こんにちは、西アークラソンの山根です。今日も暑いですね。西アークラソンもすごく暑くて、ちょっと午前中は親父と2人で車でドライブしながらちょっと涼んでたんですけど、ちょっと午後になってすごい暑いんでね、何かいい方法ないかなと思ってたら、家の前にね、なぜかこのバナナの木があったんで、ちょっとこれを切って持ち帰って、ちょっと南国気分に浸ろうかなと思ったりして、ちょっとねバナナの葉をちょっとこれで切ってみましょうか。なんでこんなとこにバナナの木が。ちょっと今このバナナの木を、あ、木じゃない、葉っぱを3枚ほどちょっと取ってきました。これです。なんかこのバナナの木が、あの葉っぱがあると、なんか南国気分になりませんかね。どういう童話なんでしょうね、これ。何かいい方法がないかな。うちわになるかな。ちょうど今ね、ちょっと親父が車椅子に乗ってて、お尻が痛いって言ってたんで、ちょっと今にちょっと寝てるんですけど、これで仰いでやろうか。これバナナの木仰いでやろうか。風邪いくか。え、本気にあったんだよ、本気に。これバナナの木やろ、これ。ちょっとここにもたれかけさせて、これよくあれですかね、バナナの木の 上になんか料理とか乗せて、東南アジアの方とかなんかね、見るんですけど、今晩ちょっとそういう感じでやってみましょうかね。っていう感じで、この暑さをこうしのぐ方法をちょっと考えながら、ちょっとこの今日の一日を過ごしました。皆さん、あのたびたび言いますけど、こう水分呼吸はこまめにとって、あの熱中症にならないように気をつけてください。ではまた放送します。では失礼します。